綺麗な花が咲きました。これなんか面白い形ですよね。爪がワニのように出ています。で、花がすごく綺麗なタンポポみたいな花が咲いています。目線のホーカリア族、ホーカリア族、すごく美しい花が咲いています。これがその左端のやつ、これがちょっと一回虫にやられて、ちょっとダメかなと思ったやつが大復活して元気に育っています。株も増えてきた。ほら、おお、すごいすごい。よくもさ、これね、よ、あ、取っちゃったよ。養生だったんだよね。弱いやつ全部ここに入れて、よいしょ。で、これはセダムがあって、これピリア、ピリア、このこれはピリア、これはタニックじゃないけどね。ああ、で、これはこれはタニック、これもタニックじゃない、これは普通にタニック、セダム、ああ、セダムがスパニックも、これシクラメン、シクラメン、ガーデンシクラメン、去年はガーデンシクラメンの寄せ植えの株だったんだけど、うんうん、でさ、これは何？これ。これ、薄根オイです。薄根オイです。ほら、生きてる。わあ、あれ。多肉じゃないよ。多肉じゃない。エアプランツみたいな。そうそう。うん、そっち側。今、そう、みんな室内でやるんだけど、うん、実は結構お水も太陽も好きだから、うん、12月で、あ、霜が出てきたら家の中に入れるけど、うん、他は、まうん、春から秋までは、と、まあ、私ずっと外、ただちゃんと雨が降るともっとこう何、黄緑になる。上はちょっと死んでるけどね。上雨ざらしの中で、だからの、そうそう、ほら、細いのもちゃんとね、太いの、これ太葉と細葉と2種類あるんだけど、ちゃんと生きてて、花も咲いてる今年。へー、ちっちゃいのね。で、これ多分取れて風に流れてここにピヨってくっついた。あー、多分こうやって増えていくんだろうね。多分ね、原種っていうか、その、うん、育ってるところがね。それはもうダメだけど、まあ、インテリアとしては外だしね、いいかなと、うん、中のやつ、うちにあるや中のやつはもう完全に枯れてるけど、うん、まあ、あれはインテリアだね。これはね、生きてる。がっつり。超ふさふさ。薄根多いです。うん。うん、面白い。だと思った。名前忘れた。うん、とこれ。ね。宝珠。宝珠。うん。すごい。シクラメンね、びっくりしたよ。もうダメ。毎年出てくるんだね。あ、ね、そうなの。わかんない。知らない。いつもほら、可愛いなと思って。でも、外で、冬弱いから、普通のシクラメンは外じゃ絶対に、うん、絶対家の中なんだけど、これガーデンシクラメンって書いちゃった。外に植えて。何色のやつが残ったか知らないけど。うん、去年ね、うん。他は出てこないよね。ずっと放置だったんだけど。びっくり。うん。うん、あ、うちにある多肉と、いろいろな植物の寄せ植えと、薄根多いです。どうも。以前アップしたサボテンの、鉢というかサボテンを植えた動画のその後ですけれども、みんな元気に育っています。花を、花ではないのか、なんかね、新芽を出しているサボテンもありますし、お株がたくさんついているサボテンもあります。
結構ね、夏の間に成長したのではないかなと思っています。これも新芽がかなりあちこちから出てきていて、なかなか面白い鉢になってるんじゃないかなと思います。ポロポロ落ちた多肉とかもですね、まあ普通府中種ですが浮いていました。でこっちがですね、お、でかいかまいた、あのうちわサボテンの鉢です。これも元気に育っています。2株だったんですけど、新しい葉っぱも次々と出てきていて、こちらも成長が楽しみなサボテンです。以上、以前アップしたサボテンのその後の様子です。ご視聴ありがとうございました。